どうも、こちらメーカープロダクションメーカーでございます。はい、ということでございまして、今回はですね、前回の不甲斐ない釣り坊主から、早2、3ヶ月、リベンジの時が来た。リベンジする時が来た。一応早見アプリで見たところ、今日は中潮。しかし、爆鳥星高め、最高 9.3。これは、釣るしかない。行くしかない。ということで、リベンジ今日は釣る。今日釣れなかったら明日も泊まり込みで釣る。そんぐらいの勢いで今日は釣っていきたいと思う所存。ただいま時刻8時。到着予定時間10時半。今日はね、なんか夕方から雨らしいんだよね。でも一番のピークが昼の12時と夜の8時ぐらいなんだけど、そこまで粘っちゃおうかななんて、雨降っても小雨ぐらいならカッパ着てやっちゃおうかななんて思ってますことで、今日こそカメラの前に魚を見せます。なんならなんかちょっと大きいの釣って、できたらちょっと持ち帰ってなんか料理したい持ってますので、行きは節約して高速使わず、片道2時間半、帰りは疲れてるから高速使う、行きたいと思います。レッツゴー。なんかめっちゃヘリ対空してる。なんかあったの？警察もめっちゃいるんだけど。やめて、今満潮だから早く行きたい。貸して貸して。なんかあったんですかね。救急車、消防車、警察がいる。めっちゃいい。ヘリが上空でほだほだほだ。まあそんなことは強しです。私は釣りに勤しみたいと思います。行くぞ。かっこよくないこれ。マジで手軽。やばいやばい。第一投投げたらすぐ食われてる。これ来てる来てる。めっちゃいるわ。めっちゃいるめっちゃいる。ちょっとカメラセットしよう。これは熱い。最悪。スピニングあるあるのバックスラッシュみたいなのあった。うわ、糸がぐちゃぐちゃになっちゃった。最悪。リールを変えた。仕切り直しだ。適当に釣れたぞ。やったー。イエーイ。カサゴゲット。ちっちゃー。ちっちゃカサゴゲット。ありました。ちっちゃカサゴ。開始1時間。ようやく。めっちゃちいな。増えるかなこれ。リリース。念願のようやく1匹目ゲット。いやー楽しい。小さすぎてやっぱ逃がしました。いやー釣れた。ちょっとこのベイトをさ、バッククラッシュ直してやってみた。めっちゃ当たり分かった。チュ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 ンって。やっぱ分かるわ。分かると楽しい。ブラクリもちょっとちっちゃくしてみました。小型な感じだとね、大きすぎると分かんないから食えないしね。やったー。やった釣れた。ちょっと潮が落ち着いてね、これも釣れねえなーとか思ってたの。釣れた。やった。嬉しい。いいねー。いい匹でした。2匹目ゲット。ちっちゃい。かわいそうな。リリースします。やった。2時間で2匹。渋い。バイバイ。はい、ということで車も戻ってきました。富山の時刻が2時半。11時前ぐらいから釣りやって、だいたい3時間ぐらいやってました。釣果は2匹かたち。でもね、初の魚をね、ついにカメラにお披露目できたことは嬉しく思います。ちょっとちっこかったんでね、もうちょっと丸々しいでっかいやつだったら締めて持って帰りたいんですけど、午後に期待ですね。一回もう潮が引いちゃってね、もう今なかなかできる状態じゃないから、昼休憩挟んで、けど今ちょっとパラパラ雨降ってきちゃってね、強くなると渋いなっていう感じなんで、この状態をキープしてもらいつつ潮が満ちるのを待ちたいと思います。ということで一回休憩。はい。来た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 。じゃらららっと。じゃりーん。やったぜ。これはアナハゼみたいなやつだね。顔きれい。イエス。3匹目。遊ん場所が飽きたからね、他の場所行こうって言って、場所変えて、一発目仕掛けをね、胴突きにして投げた瞬間、来ました。神、作戦成功。読み通り。ちっちゃかわいい。針飲んじゃったみたいなので、思い切ってリリースです。バイバイ。
なんか気持ち悪い、気持ち悪いやつ来た。なんだこれ、カエルみたいなやつ来た。もうハゼかな。なんだこの模様、見たことない謎なやつ釣れました。ビビーンって、こいつ勢いちっちゃいくせにめっちゃあったけど、めっちゃちっちゃい、気持ち悪い、カエルみたいな。うぅ、ゲッチュ、ちっちゃいからリリース。ちっちゃ、来てるけど、ちっちゃいけど楽しい。ちっちゃ、こいつばっか釣れる。リリース、穴場を見つけてしまった。めちゃくちゃ釣れる、ここ。しかも今日クソ天気悪いから誰もいない、貸し切りや。引き続き釣ってきまーす。来ました、ついてます、これついてます。来ました、でかい、ちょっとでかいハゼ。こいつ多分卵持ってない。お腹でかすぎるんだけど、すごい、でかハゼ。ゲッチュ、小持ち。いやー、びちょびちょだ。はい、ということで、3時間ぐらいここで釣りしてました。後半にかけてどんどん雨降ってきたわ。もうやばい。見てもらった通り、ここでめっちゃ釣れたわ。やばい。連投連投、ぴょん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 。あのカサゴメバルの仕掛けめっちゃいいわ。あれ100均で100円だからね。めちゃくちゃいい。あの仕掛けあったら、あっちでもめっちゃ釣れた。もっと買えばよかった。たこ焼きとか無駄なもん買うんじゃなかった。あれがめちゃくちゃよかった。しかもここマジでさ、数分ごとにぴょん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 飛んでんの。最後ね、ちゃんと見たらアジだったと思う。だから、サビキとかアジを釣る用の仕掛け持ってないんだよね。用意してくればよかった。こんなすごい感じで飛んでると思わんかったしさ。仕掛け不足でした。準備が、なんかブラクリばっか持ってて、ブラクリって1個しか餌つけれないから、1匹ずつしか狙えないけど、胴付きだったら2匹、おもりんとこも餌にすれば3匹狙えるから、上中下全部の層の魚を狙えるから、ミスったね。で、この雨がね、止んでくれればいいけどね、今から夜の9時ぐらいにかけてもうピークで波がいい感じになってくるんで、最後もう一回あそこ戻って、お気に入りのとこで、ブラクリの仕掛けで狙っていけるかどうかというところでやっていきたいと思います。それでは行ってきます。よし、到着。ということで、いよいよ最後の戦いが始まる。俺はハサゴとかメバルをでっかいの釣って、家で唐揚げにして食べるって。おう、行くぞ、どしゃぶり。でかくね、意外と。釣れました。ノビタみたいになってる。悪天候すぎる。サゴメバル、わかんないけど釣りました。意外とでかい。これは締めて持ち帰ります。やったぜ。ゲッチュー、ちっちゃい、ちっちゃいからリリース、ちっちゃいからリリース、やりました。うん、けどおるんだ、ここに。まあまあでかいから国宝します。爆鳥すぎる、いい感じ。シャンプー、なんかテーブルある。これはいいサイズ。よし、ステイ。怪物釣れた。やばいやばい、怪物が釣れた。マジで待って、ぼやけてる。やばい、どうしよう。やばいやばい、すごいぞ。すごいけどちょっと、やばい、時間怪物が釣れた。俺の手ぐらい。やば、こいつでっか。うわい、サバでこいつ釣れたぞ。何こいつ、でかでっか。これ何、タイの稚魚。でっか、やばこれ、でかすぎ、やばくねこれ。このライトと何の魚、クエ、謎魚雷。なんだこいつ、マジで釣ってんのかなこれ。でかー、なんだこいつ、マジでわかんない。カサゴメバルぽいよね。でかー、主釣れた、主、ここの主タド。やったすごくね、サバ効果だこれ。サバで釣った、サバ強え。おお、やった。ただいまです。ということで、釣り場から早速でダッシュに帰ってきました。ということで、こちらが今回釣った魚たちです。厳選して、デカめのやつを持ってきました。ということで、こちらが今日私が釣ったお魚ちゃんとしてございます。すごくねこれでも。ペットボトルと比較したらわかる。このラストの主ですね、主。この子もでかいし、なかなかにいいサイズであると思います。ということで、もうすぐね、鮮度が落ちちゃう前に、さばいていきます。
ずエラだけ取んのむず。一番でっかいやつ。こいつは3枚伸ばせるかな。もうちっちゃいやつは丸揚げで全部食えるやろ。腹はお味噌汁、頭もお味噌汁、真ん中と体は揚げて食う、本身は刺身とフリット、内臓は内臓、サゴの肝とか卵は食べれるらしいからしゃぶしゃぶして卵、醤油とわさびで、いただきます。うん、苦っ。肝いただきます。ん、うわ、脂、フォアグラみたいなやつ。あ、フォアグラ食ったことないんだけどね。酒で煮て、まだし、お味噌汁ということで、なんやかんや1時間下処理してました。これが魚釣りの大変さですね。まあでも美味しいから、オッケー。ミカーズクッキー、こちらじゃじゃん。昨日釣ったやつのお刺身実食、醤油につけまして、あ、ちょー、まだプリプリ、いただきます。コリッコリ、うん、うまい、臭みもなく、うまっ、綺麗な色してます。うん、うまいね。よく育ってくれましたよね。これがでっけえやつのパターン。これで揚げ物にしよう。こっちやつをお刺し、うん、うめえな。カサゴの唐揚げ、いきます。うまっ、一番うまい、一番うまい、これ、うん、ふわっふわ、うん、まっ、これ素揚げが一番うまい、白身ふわっふわ、外サクサク、ちょっと骨硬いときもあるけど、だいたい食える。これね、真ん中のところを薄く揚げてね、食べてるんだけど全然食える、せんべい、うん、パリパリ、カルシウムだ、うまい。白身だけのでっかいところ。これ絶対うまい。いただきます。うん。すごい。うん、ということで、今回は以上になります。長期戦でしたが、最後に、カサゴ界の主を釣れて、一匹も釣れないってことがなくてよかったなって思います。また次は違うジャンルの魚とか狙ってみたいなと思いました。ということで、以上、ミッカプロダクションでした。また次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、さよなら、バイバイ。